い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ続きをやっていきたいと思います。今回は最終試練ですね。ガレサステップを進んで最後の試練を受けて、神々の強力な武器というのを手に入れていきましょう。なるべく敵はスルーしたい。結構強いね、敵がいるんですけど、ただ敵もワンサカいる感じではない。ちょ、邪魔だなこいつ。めんどくせえやつだな。げ、クロディア一番前に来てんじゃん。ベルニーミ使うか。早いね、14とか。相変わらずの弱さだな。毒斬りは毒になるだけだから大した被害にはならない。戦力ダウンではあるよね、ベルニー弓使い続けてる限り。大弓だったらね、結構ダメージ通るからいいんだけど、やっぱせめて2本打ちだよな。あ、これはエナジー弱っ。ユニコーンってなんか強そうなだけで実は大して強くない。一回ベルニー弓を打ったら大弓に切り替えよう。で、弓でいいやん。弓も今13だからね。上がらない。相変わらずの上がらなささだな。あれ、なんか行き止まりになっちゃった。この上っぽいね、なんか見た感じ。もうちょっと上、いっぱい来てるし。げ、鳥もいるし。鳥が鬱陶しい本当に。あー、クロディアちょっとなんとなく一番後衛に下げとこう。石化になるとめんどくさいからな、コカトリス。クローディア2回目は弓。わからん。もうちょい上から入るのか。ゲーいっぱいいる。あそこに突っかかってたな。これも普通に倒していくか。これ使ってくんの？これ結構強いんだよね。後ろから術使ってくるやつは、え、寝た。3人寝やがった。誰も来ねえし。どうする、はやぶさ、はやぶさに乱突きをやるか。ここは大弓。2本打ちも2段突きもそんなに変わんないからね。げつえ。グレーが起きた。アルベルトも来た。もう2段切りでちょっとガシガシ攻めていこう。大神拳使っちゃおう一回。これ弓でいいや。あ、そうだ、ユニコーン効かねえんだった。
闇魔法使ってくるね。けえ、魔法が普通に強いんだけど。しっけ、2700とか回復しすぎだろ。このリザードマンみたいなやつ。これはシフトバーバラ両方回復させるか、全員回復させよう。よし、弓回弓14。バーバラ普通に使って全然回復しねえな。俺180すぐなくなんな。いや、コカトリスめんどくせえからな。ちょっと二段切り使おう。トマホークも使っちゃおう。ベルニー弓が本当に上がらない。全然攻撃できねえし。弓はあと1レベル。割と敵いたな。戦闘1回か2回くらいで終わるかなって思ったら、まあ1回変なとこ迷い込んじゃったからね。こっちなんかすげえ強い攻撃してくるわけじゃないから、それは助かるな。毒もそれなりに食らうっちゃ食らうんだけど、だいたい1ターン2ターンで蹴りがつくからね。毒斬りそのものにはダメージがないから。これでした？こっちか。戦いたくない。うわ、無理か。まあ、ユニコーン雑魚だな。見かけ倒しよ、こいつは。ウォーターが使われると強えのか。あとはとっととスティールソードが上がってくれればアルベルトも大地の剣に専念できるのにな。え、一本道。ただ一体は回避できた。てかユニコーンって犬系なんだ。まあ、他に確かにいるかって言われたらいないよね。これ強い。さすがフォーク、生き残るか。ちょうど行ったんだな。おお、ぽいとこだね。ぽいとこに出てきたね。そう簡単に戻れなくなるんで、一回ここでセーブして、ちょっとこっち別セーブを作っとこう。で、癒しの水
全開するの4回くらいかかんな。この試練は最後までやり遂げるか、それとも死か、どちらしかない。それでもあえてやるのか。もちろんやるぜ。最後、最終試練。敵はね、恐竜なんだよね。あと固定モンスターがいるのか。まずはスライム系。土の精霊か。出会ったことはないけどね。全力でいこう。全力じゃなくてもいい、純全力でいこう。こいつは大地の剣、二段突き系だな。だからベルニウムにしとくか。何、なんか防御力高くね。甘く見てたか。普通に防御してたし、何がしたいんだこいつは。そして283って減ってるし、謎だな。じゃあ普通の攻撃でいいかな。スティールソードは使っていこう。この風をバーバラ2段付きにしとこう。後の方の攻撃になるから、打ち漏らした時2段付きで倒す。うん、でかい巨人がいるね。宝箱、これはフルフルかな、やっぱりな。これも2段切り系でいこう。はやぶさで先制する。ここには3つのね武器があるんで、それは全部回収しましょう。クリティカルとか強えわ。普通に十文字さん役立つな。ガーラダックスクリティカル系が多いね、そう考えると。さてこの巨人みたいなやつ、ちょっとセーブをしよう。お、ボス系か。ナックラビー、地釣り残月を使おう。どうする、つくしかやることがないからな。ってことは狂乱劇、クロスやベルニーウリーや。ほら、さて宝箱の中身はエディスの弓。これ弓だからクローディアに装備させよう。てかベルニーム何の役にも立たなかったな。これまたさ、エディスの弓鍛えるの時間かかったらめんどくせえな。クローディア下げよう。防衛に全員決めなきゃいけないのか。違う、ホーク、ここよしな。ちょっとこれでいいですか。はい、と、せっかく取ったからもう一回セーブしよう。最後の試練、あとはどこだ。恐竜実験、大していないねって言おうとしたら結構いたな。戦わなくて済むんだ。戦いたい。こいつ一応固定モンスターだから戦わなくて良さそうだけど、一応戦っとこう。これさ、なんかすっげえ回避率の高い敵だった気がするんだけど、これ大地の剣が役に立った。魔法とか効くのかな。まあ、とりあえず一旦目は普通に行こう。段付き、当たらないよね。そのこいつ当たんねえんだよ。
は超強そうなんだけど、当たんねえ、マジで当たんない。無視してもよかったかな。なんか当たるか、絶対当たるものなんてないよね。ハヤブサ切りとかってさ、ミスらないのかな。ちょっと使ってみよう。どうせミスるんだったら、じゃあこの火力の低い方で、で大地の剣は通るから攻撃する。ハヤブサ切りってなんか見た感じミスらなそう。弓とか絶対ミスるよね。あ、ミスるか。必中の攻撃かなって思ったら全然違ったわ。ウォーターガッス61。ファイアウォール使ってくるのか。これクローディアかな、当たったの。919とか。アルベルトが逃げられる、逃げられんね。一応逃げとこう。アルベルトが死んだら終わりだな。その場合はちょっとこいつはシカトする。無理して倒さなきゃいけないようなところにいないからね。回復の水に、あ、しまった。アルベルト回復しとけばよかった。そして結構ヒットポイントあるな。これは目が見えなくなる系か。目つぶし、さよなら。そうだ、逃げちゃったんだ。じゃあ防御でいいや。もうんだね。これだ、やばい。アルベット死んだ。これはもう無理だ。絶対当たらん。逃げよう、時間の無駄だ。逃げられるやつだけ逃げる。で下の方だけ見て、もしどうしても倒さなきゃいけないっていうんだったらちょっと倒さなきゃいけないけど、え、続いてるか。あっちに宝箱ある、もしかして。ちょっと他の地域を見よう。ていうか一回リセットしよう。戦力を消耗しすぎた。倒さなきゃいけないっていうんだったらちょっとアルベルト任せだね。こんなに魚みたいなやつ。おお、これはリヴァイアさんみたいな感じかな。リヴァイアさん、その名の通り。容赦はせん。容赦はせんって言ってもアルベルト大地の剣で突くしか脳がないからな。クローディア、エリスの弓撃ってこう。倒せるね、普通に。つながってるだけだったらありがたい。さっきのやつ、え、やっぱあいつ倒さないとダメか。ドラゴンが守ってるね。ってことはレフトハンドソードっぽい気もするけど、もうちょっとここら辺の様子を見るか。あー、いる、宝箱守ってる。巨人だね、普通に巨人だし。石化するかな、やってみよう。まあんまり変わらなければ大して強くないからね。
石化圏、いやさすがに石化しないけど普通に死んだ。ウコムの矛、これは最強の槍ですね。ガールスピアも持ってるんだけど、やっぱりシフに装備させたいよね。ウコムの矛はどうしようかな。バーバラ買ってあげるか、別でガーラルスピアを。ちょっと恐竜が集まりつつあるな。あれここ行って犬コロがいて、こいつ倒すか。じゃあ、あスフィンクスだ。こいつはもうすでに1回メルビルで倒してるからな。一旦で型をつける。殴ろう。でまださすがにウコムの矛は手に入れたばっかりなんで二段突きをやって、クリティカルとか。下へ行こう。いやあ、やっぱ倒さなきゃダメか。で戻ってきたから、これ最初のとこだよね。いや、あの猫倒すか。そうするとアルベルトをなんとかして生かさないといけない。あと大進撃、いや当たるのか。すっげえ恐竜詰まってんな。一応あれなんだね、こっち向いてくるんだね。どこだっけこいつか。めんどくせえな。これ霊気は持ってなかったらやばかったな。どうやって倒すんだ。一回来たら帰れないからね。しずり断月とか技か。そっか、技でなんか当たるやつを発見すればいいんだ。大文字弾使えるやつは使ってこう。で確実にちょっと当たるから大地の剣は普通にやる。二段突きとかやってみる。あと狂乱撃、なさそうだね。エリスの弓でいいや。当たらん。地で投げ当たらん。もちろん当たらん。まあ引けば今。お、狂乱撃当たる。パニック。かわいそうに。たまたま当たったのかな、それか。地道にじゃあやっていこう。十文字さん、狂乱撃こいつを持ってたよね。そういえばバートラックス狂乱残だし、まあいいや、似たようなもんよそんなの。一文字好き、一応狂乱撃にしとこう。弓、あ狂乱剣は当たるな。え、一文字、一クリティカル？もはやもう何が何だか分からん。あはは、ベルニー見レベル上がった。わけが分からんうちに倒した。まあ、やっぱ命中する技を使わないといけないってことだね。さて、そこからの、これはね、ゴールドドラゴンなんだよね、どう考えても。まあ、全力でいけば大丈夫でしょう。ごつい系のゴールドドラゴン。ゴールド前にいたやつとは大違いだな。地釣り残月からの十文字山、石化するかな。石化結果を、二段突きでいいでしょう。ダメージ重視でいこう。狂乱撃、エリスの意味と、あ音が鳴らない時あるんだよね。敵がでけえとさ音なんないんだよね。十文字さんなんか知んねえけど、石化しろ、まあ、するわけないよね普通に考えて。これ何使ってきた今は。短期決戦だな。できれば2ターンで決めたい。もう次同じの使われたら耐えられない。
全体攻撃が耐えきれないんだよ。ヒットポイントを回復している暇があったら攻撃する。日本地だな、これはもう。クローディアも攻撃に参加させる。よーし、火力で押し切る。これはそういうゲームだ。そして最後のレフトハンドソード、左手剣、これはアルベルトに装備させましょう。左利きなんでね、左でねこう切るんでちょっとモーションにね違和感があるんですよ。まあそれはまた次回かな。ここにいる間ちょっと技使っていかないといけないんで。鳥がいるじゃねえかよ。しかしゴールドドラゴンを倒しきったからいけるっしょ。ああ弱い弱い弱い、こいつ普通に弱い。じゃあはやぶさ戦法でいくか。まあレフトハンドソードも多分レベル1だからね弱いと思うんだよね。ウコムの矛で、エリスの弓、まあでも800は当たるか、まあ、これはミスか。レフトハンドソード杖レベル0でこの威力は悪くないね。まあしょうがないしょうがない、これはもうしょうがないよ。エリスの弓は相変わらず1だな。弓ほんとレベル上がらないと使えないからな。なんか上がってくれ。よしね、レフトハンドソード、ウーコムの矛からのエリスの弓、よし完璧だ。であとはこうやって順路を通っていかないといけないのかな。もう宝箱はねないので、精霊系もな、なんか全体攻撃してくるからな、油断はできないんだよね。あ、間違えた。ただレフトハンドソードとウコムの方向は普通に打っておこう。レベルを上げたい、ちょっとでも。800当たるからね。よし、いいねいいねいいね。やっぱこうやって上がるもんなんだよ普通は。であとはこのスライム、スライム系ってなんかあれだよね、なんとかのせいだよね多分。同じ方法でいこう。二段切り、はやぶさ切り、十文字さんで、はやぶさレフトハンドで、こいつもはやぶさウコムと、ウコムの方向600ちょっと減ってる。レフトハンドソードの攻撃力が増えてる。まあ乱数だな。よし OK3 で、レフトハンドソードもはやぶさ切りでいいかな。まだいるか、あそこに金融詩人がいる。結婚と火のせいだ。これはさすがに火の鳥使われると終わるんで、また全力でいきましょう。まあ、全力というか、あ、レフトハンドソードそのままはやぶさいけるな。よし楽だ、入力が楽、それだけ。間違えた、ガーラルじゃなくてウコムの方で、ハルベルトでエリスの弓と、あ、上がらない。じゃあまあ別に戦うわけじゃないけど、セーブをして。あんたは一体何者、まさか
グレイよ、君がここまで来ると信じていたよ。そう、私は光の神、神々の父エロールだ。え、ちょっと待ってさっさとサルイの居場所を教えろよ。なんで自分で戦わないんだ。かつて神同士の戦いがあった。その時この世界は一度死んだ。それほど神の力は激しいのだ。私は二度と世界を死なせたくない。さらに人は自分の運命を自分で決める権利がある。サルインのなすがまま滅び去るか、それともサルインに立ち向かうか、自分たちで選ぶがいい。それは運命というものではないの。なんでまたちょっと丁寧な感じになってた。神々とてそれほど先のことが見えているわけでもない。今度のようにな。サルインはイスマス城の下にいる。ここにあった3つの武器は取ったか。よければお前の世界へ送り返すぞ。 OK 大丈夫。というわけで戻ってきましたので、まあじゃあ今回は最終試練終了したということで、ここで終わりにしたいと思います。次回はまた別のオールドキャッスルですね。グレイとホークのね武器もちょっと見繕ってあげないといけないので、そちらへ行きたいと思います。その前にちょっと武器のレベル上げをしてから行こうかなと、思いますので、また次回は、ウロの隣にあるんでウロのところから、始めていきましょう。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。